アルビール、スポーツクラブは、イラク北部のアルビールを本拠地とする、サッカークラブである。イラクプレミアリーグに所属する。アルビールでは、アルビールのクルド語発音であるヘウレールを用いて、ナディヒューラーと呼ばれている。1968年に設立された。首都のバグダード以外に、本拠地を置くクラブとしては有力であったものの、プレミアリーグでは長らく中位以下の成績で、 推移していた。しかし、2003年より開始されたイラク戦争をきっかけとして、バグダードのサッカークラブと入れ替わりで有力クラブ入りを果たす。以降、2007年から2012年までの6年間において、プレミアリーグで4回優勝している。アルビール SC は現在、収容人数4万人のフランソハリーリースタジアムをホームスタジアムとして利用している。 このスタジアムは、現在バグダードのスタジアムが使用できない関係で、サッカーイラク代表のホームスタジアムとしても利用されている。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。